こんにちは、リトマンです。だいぶ暖かくなってきて、今日が4月の2日なんですけど、今日が最高19度の最低9度、明日が17度の10度、明後日が20度の12度、その次が14度の10度、という感じで、もう最低気温が10度を上回ってますね。なのでこの状態の今のにはどんな感じなのか見てもらおうかと思います。はい、では本日もよろしくお願いします。じゃあまずアガベ、この辺のアガベはね、もう通年冬は越冬をここでしました。ちゃんと屋根はあるんですけど、ここで越冬したアガベたちですね。で、まだまだ出せてないものはたくさんあるんですけど、ちょこちょこともう夏型も出し始めていまして、グラウカですね。グラウカは寒さに強くて、うちのグラウカ今年はハウスで越冬したものがありますね。このグラウカはね、ちょっとサイズ感大きいんで、ちょっと大事を取って中に入れてましたが、グラウカはもう全然平気です。あとはこの辺は全部もう、もともとここは冬型があったんですけど、冬型と夏型を入れ替えました。この辺がずっとハウスで過ごしてもらっていたバリだとか多摩系のユーフォルビア、主に南アフリカのユーフォルビアが中心ですね。この南アフリカのユーフォルビアは全てハウスとか、あと屋内にあったものは全部出してきました。トルチラマ、これがなんか白くなる個体みたいなんですけど、なんかそこまで白いかなっていう気はしなくはないです。これが通常のトルチラマ、こっちが白くなるトルチラマ、こうしてみたら白いかな、産地違いなんですかね、よくわかんないんですけど、品種は同じだと思います。これが白くなるトルチラマ、トルチラマ、飛竜、スクワローサ、飛竜、クンチーという感じですね、この辺は。で、このブルセラとかももう屋外に出しちゃいました。まだ芽吹いてはいないんですけど、寒さはかなり強いはずなんで、この辺はもう屋外で過ごしてもらおうかな。ここの下もユーフォルビアとかですね。はい、ユーフォ系はなので全部もう屋外に出しました。で、冬型どこに行ったかというと、はい、犬ちゃんがいます。冬型はここです。ここのもう雨の当たらない、雨の当たる場所、日当たりも良くて雨も当たる場所に、最後移動させました。ここで冬型は最後ね、ちょっと雨にジャバッと濡れてもらって、で言うてる間に落葉してくると思うんで、落葉してから取り込みたいかなと思っています。今年本当にね、屋外で越冬できたんで、1回だけ中入れたのかな、雪がめっちゃ降った日だけ1回だけ、1日だけ屋内取り込んだんですけど、それ以外は全部外で過ごしてもらいました。冬型の塊根植物は最後の成長期っていう感じですね。この時期なんで本当に、夏型も成長するし、冬型も最後成長するので一番いい時期だと思います。冬型とこの辺は夏型と混在してます。だからこれクンチーと、あと奥が火星人ですね。火星人も水が抜けてもうしぼみまくってたんですが、水を一回あげただけでだいぶ膨れてきました。嬉しいです。成長、大きくなってる気がしますが、水を切ってたのでちょっと遅いですね。はい、この辺は火星人とか塊根目線とか、あと飛竜と、これがグラウカですね。去年地植えしてたグラウカ、もうこれグラウカは雨に当たる場所に置いています。これは剪定した方が良さそうですね。めっちゃつるが伸びてます。はい、で今日だけちょっとパキプスを出しております。パキプスはこれはまだ全然屋内で管理してるんですけど、ちょっとあまりにも目が覚めてこないので心配で、一回ジャバッと水やりしようと思って今日は日光浴をさせておりますが、これね、目が覚めてこないって言ったんですけど、実は3株とも全部目が覚めてるっぽかったですね。全部ね、つぼみがついてます。オスかメスかちょっとわからないんで、どれかがね、去年も花咲いててオスかメス分かったんですけど忘れちゃったんで、ちょっと今年はちゃんとオスメス花が咲いたら
チェックをしておこうと思っております。はい、パキプス3本順調。こいつはちょっと一足先に目が覚めて芽吹いたんですけど、ちょっと屋内でまだ外に出すわけいかなかったんで、屋内に入れてたらまた休眠して、でまた芽吹き始めてきました。これが一番早いですね。はい、あとはアロエか。これも屋内入れてましたが屋外に出してます。アロエも全部屋外に出したかな、多分。そう、この辺もディコトマとラモシシマだいぶでっかくなってきた気がしますね。はい、いいと思います。さあ、でデカリーか。デカリーはうち5本あって、1本目はもう全部ちゃんと芽吹いてますね。はい、犬ちゃん、はい、1本目は芽吹いていて、でこれもしだれっぽくなるデカリーもちゃんと芽吹いています。でここに3本あるんですけど、いや、この3本が非常に怪しいですね。ちょっとだいぶ取り込むの遅くなっちゃったし、冬の管理ももうグダグダ、乾燥させすぎちゃったんで、まあ、ちょっともしかしたら目が覚めないんじゃないかって半分諦めてるデカリーです。なんかね、この奥の1本はだいぶ肌が緑色なんで大丈夫なのかな。こいつはね、ちょっと水をかけたらわかるんですけど、こうやって水かけると肌が緑ですよね。なんでこいつはなんか大丈夫な気がするけど、奥の2本はちょっと水かけてもなんかね、緑色のところがなくてですね、ちょっとやばそうな気がしております。なので、まあ、こんなでっかい株だから安心かなと思ったんですけど、全然安心ではなかったですね。いや、なんとかここまで大きくなったんで目が覚めてほしいです。で、サボテンはまあここにもありますが、ほぼ他のサボテンはすべてハウス内に入れてあります。で、ホリダはもう雨の当たる場所、クンチ、挿し木のクンチはめっちゃ植え替えました。はい、この辺全部挿し木で、ちゃんと開根ができてる挿し木がこの鉢に入っていて、で、これが今また挿したやつで、これもまた挿したやつなんで無限クンチでございます。で、この辺はユーフォルビアかな、ハオルチアの置いてる場所なんですけど、まあ、ちょっとまだ雨に当てたくないなっていうユーフォルビアはここに置いてます。これとかも結構すごいと思うんですけどね。うん、もりもり切って植えればひたすらリチェイニシキ増やせそうです。これはここまで徒長してたのを買って、ここから先はうちに来て成長した株、ここに来ての部分とここまで先とは全然違いますね。しっかりと太陽に当てられました。はい、ユーフォルビア、グロボーサとかはここにあります。なのでこの辺は全部屋外ですね。これはグロボーサの挿し木たちです。グロボーサの挿し木はね、なんかあんまり可愛くならないんで、もうちょっと来年はいいかなと思ってます。もう棒なんですよね、大概は。ちょっとまん丸にはなってこないです。なのでこれ、グロボーサのこういうまん丸い部分を切って刺せばまん丸の挿し木ができるんで、まあやるとしたらそっちの方がいいですね。こっちの普通にこういうぴょろんと伸びた場所を、こういうぴょろんと伸びた場所を切ったとて、なかなか挿し木でも丸くはならないんで、ちょっとスペースを圧迫してるだけかなっていう気はしてます。そう、こういう感じになっちゃうんですよ。全然このの全然良くないですよね。はい、ただめちゃくちゃ簡単なんで、まあ挿し木したければ挿せばすぐに芽は出てきてくれると思います。はい、この辺はハオルチアとユーフォルビアのコーナーでした。まあ一応ここは寒冷舎で一応遮光はしてあるんですけど、ちょっと遮光率低すぎてハオルチアはめっちゃ焼けちゃってます。なんでここ遮光率もうちょっと考えなきゃダメですね。あとこの地植えのコーナーとかはまだ何も植えられてないんで、ここはパキプスの未消株とかを植えていきたいなと今後は思っています。はい、そんな感じかな。なので、まあ、外に出したものといえばこういうユーフォルビア系、こういうユーフォルビア系、ただゲラウミニアナとかマダガスカルのユーフォルビアで特に寒さに弱いものはまだ出してないです。主に南アフリカ系のユーフォルビアはもう全部外に出しちゃいました。多分マダガスカルのユーフォルビアも出しちゃっても問題ないと思うんですけど、まあね、枯れるとちょっとショックがでかいんで、まあまだ部屋の中に置いとけるので、一応マダガスカル系は部屋の中に置いてますが、南アフリカ系のユーフォルビアは全て
こうやって外に出しております。ハウスの中はね、ハウスの中はそんな何もないですね。ハウスの中はこの辺はもうめちゃくちゃ増えてる、ウンカリーナ、ルーズリアナですね。いやちょっとね、寒さに弱いけどハウスの中であまり加温せずに越冬させてしまったんでちょっと心配ですね。本当はもう芽吹いていい頃だと思うんですけど、全然まだ起きてきてる株がなくて、ちょっとやらかした株もいくつか出てきてるかな。でもね、結構本当ダメになるのはすぐに根っこの部分がブヨブヨになっちゃうんで、開根部はまだ太ってるんでまだなんとか大丈夫そうで、この辺はもうずっとハウスに置いてあって、でこのラメリーとかに関しては中から持ってきました。ここに、まあここでいいかなって。もで、これは最近植え替えた、これなんだっけ、これサキュレンタム、ビスピじゃなくてサキュレンタムです。去年まいた種、うちで採れた種をまいたビスピノーサムじゃなくてサキュレンタム、これもまあまあ半年ぐらいかな。ちょっと本当は屋内の LED の下で育てたいんですけど、50株ぐらい、まあ、バラしたらあったんでちょっと置ききれずにここにも置いています。もう少し屋内の植物外に出せたら、ここに置いてる株、こういう未消株は屋内で育てていきたいかなと思っています。まあ、大きさの、まあ、大小はあれど、まあ、なかなか大きいのはいい感じに育ってますね。はい、プルプシーも寒さに強い、これはだからハウス内でも十分管理できると思います。あとはもうサボテンか、サボテンは宝の持ち腐れサボテンたちがいっぱいありますね。うちもサボテンとか超いい加減で頭からガンガン水やりしちゃうので、ちょっとあんまり良くないですよね。まあ、菊水また花芽が上がってきてる。菊水うち絶対毎年咲くんで、絶対種がたくさん取れるんですよ。あと未生のこれは国王丸かとか、これが好きなやつ。はい、という感じでサボテンはここのコーナー一角だけあるんですけど、まあ、ほんと放置栽培、もうほったらかしもほどがあるぐらいのほったらかしで管理をしているので、全然ちょっと参考になるようなことはありません。はいはい、そんな感じかな。なんでハウス内はこんな感じでした。虫取り網何のために置いてるんですかって前聞かれたんですけど、ハウス内にうち蜂とか入ってきたりするんで、まあ、そういう時に蜂を捕まえるため、そういう虫を捕まえるために置いてます。この狭いハウスなんで、まあ、ここのハウスで虫蜂とか入られたらもう全くこの中で作業できなくなっちゃうので、なので、まあ、そういう時のために置いてます。はい、ここは枯れた植物たちの亡骸一角ですね。いやピグマヤとかね、残念でした。うん、この辺の株は、まあ、枯れた株をちょっと置いてますが、まあ、枯れた株とかあまり置いてるの良くないっていうんで、ちょっとこれはいつかのタイミングでは処分しなきゃいけないですね。そんな感じ、ハウス内はここでいつも植え替えてます。はい、ということで本日は4月に入ってすぐの我が家の庭を紹介する動画でした。まあ、見てもらったら分かる通り、まあ、ユーフォルビアを出したぐらいで、まあ、まだまだ夏型の開墾植物、パキポディウムとか、あとはパキプスみたいな植物は屋内に入れたままです。まあ今で言うと最高気温が20度いく日もあって、最低気温がまあ10度下回る日もまだあるかなっていう感じなので、まあ大体最低気温がもう10度下回ることはないぐらいの時期になったら、我が家ではいつもパキポディウムとか、あとはパキプスとかは屋外に出すようにしています。なので、まあ毎年5月ゴールデンウィーク終わった頃ですかね、まあゴールデンウィーク終わった頃にはまあこの辺りの棚とかに今何も載ってない状況ですが、まただいぶ風景が変わってくるんじゃないでしょうか。まあ、その頃にはまたもう一度動画にして、その時の庭の様子と、あと屋内の様子もお見せできればいいなと思っています。今月の我が家の庭動画とか今年どうですかね、もし需要がありそうなのであればちょこちょこと、だいぶね月によって庭の状態、植物の状態も変わっているので、まあ、動画にできればいいなとは思います。まあ、今日の動画でだいたい我が家ではこんな感じでこの時期に植物屋外に移しますよっていうのをお見せできたので、まあ、よかったら参考にしてみていただければと思いますが、まあ、その方のまあ日照とか、あとは風がよく通るとかによっても全然違うので、まあ、あくまで参考に程度で見ていただければと思います。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。リットマンでした。ではじゃあ次はどんどん植え替えをしていかなきゃいけないので、まずは土動画だな。
土動画だいぶ待っていただいている方も多いので頑張って撮っていきたいと思います。